こんばんは。舘野さんが主張始めました。皆様こんばんは。髪の毛かわいい、ありがとうございます。見ていただき皆様ありがとうございます。今日は私の初の著書ののペディア心の記憶について発売について皆さんに直接ご紹介したいなと思ってライブをさせていただいています。昨日ですね、とうとうあの本がすり上がってきまして、皆様にぜひこの後本物をお見せしたいなと思っています。お楽しみにしていてください。だんだんと7時だからみんな学校終わりとかですかね。学校終わりですか。楽しみ、ありがとうございます。このののペディアのあの名前でインスタやってくださってる方、すごいあのちゃんと全部をね、自分の感想も長く書いてくれたりとか、なんかそういうアカウントの方もいらっしゃってすごい嬉しかったんですよね。じゃあそろそろののペディアのお話をしていこうかなと思います。ですね、ののペディアの連載は2019年の4月にスタートしまして、そこから、まあ、約2年間1年10ヶ月続きました。まあ、毎月2本ののペディアをこう50音順に書いていくんですけど、毎回こうインスタでは皆さんがこう私の何そのスクショとかいろいろしてくれて、あのタグ付けしてインスタにアップしてくれたりとか、こうみんながそれぞれの感じ方でこう感想を書いてくれていたりとか、すごく嬉しくてですね、それがやりがいでした。皆さんもたくさん見てくれてありがとうございました。ですね、じゃあそろそろ本を見せていきたいなと思いまーす。ねえ。ではまずは表紙、じゃーん、こんな感じです。まあ、これは画像はね、表紙の画像はもう公開していたんですけど、こういうねサイズ感、例えば手とこのぐらい、手のひらサイズ、とてもこうコンパクトなサイズ、文庫本サイズになっています。でね、分厚さはこのぐらいで、私が本当わーって感動したのはここ、この山口ののかののペディア心の記憶、こう本屋さんにこう並ぶんですけど、こういう風にね作家さんに混じって山口ののかがあるって考えると嬉しいです。ですね、まあ皆様がこうスマホで読んでくれていたと思うんですけど、この文庫本サイズもやっぱりこう紙だといろいろこうデザインもしていただいて、おしゃれな本になってるんですけど、よりこう気持ちをなんかもっとこう感じ取ってもらえるんじゃないかなと思うし、なんかいろんな思い出がこの本にできていけばいいなと思って、こう形になったからね、そういう思いでこの本を出版させてもらうんですけど、どうですか皆さん、これできました。皆様がののペディアを本にしてくれないんですかとか、書籍化待ってますって言ってくださったんですけど、それがやっと叶いました。本になりました。やった、絶対買う。そうですよ、ずっと残せるしね、皆様のこう手元にこう手の温度でこう柔らかくしながら読んでもらえたら嬉しいです。絶対買うって、あ、友達におすすめしてもらえるのすごく嬉しいですね。もし興味持ってもらえたら、お話しして興味持ってもらえたら、ぜひ進めてみてください。おめでとうございます、絶対買います、本当におめでとう、ありがとうございますね。みんなが喜んでくれて本当に嬉しいです。学校の朝読書の時間に読むね、いいですね、読んでください。ぜひ縦書き横書き、こちら横書きです。
じゃあ中身をちょっとだけお見せしたいなと思うんですけど、まずはこうね、じゃあこうこういう感じなんですけど、最初がまあこうほら小説家みたいですよこういう風に始まりまして、でまあ写真がこうちょこっとちょって写真があって、写真がもう数枚あって、はじめにと、あとまあネットに公開していたあゆえうかきくけこからわーまで行きまして、そして書き下ろしで E で E ガールズのことについても書かせてもらっていて、そして E ガールズだった日々の断片っていうことで、私がこういつも事務所に通っていた道とか、みんなで住んでいた寮までの道とか、あとはまあ目黒川とか、あといつも遊んでた公園とか、そういうところで写真撮らせてもらって、それについてちょっとこうフォトエッセイみたいな感じでちょっとコーナーが増えています。そしてあ、まあ、終わりにという感じなんですけど、まあもうで写真か、終わりにですが写真があって、思いはいっぱい詰まっていますね。このあいうえおっていうのは全部手書きしたの。このこういったあこういう感じで手書きしました。なんで皆さんこう楽しく読んでもらえたら嬉しいな。どうですか、なんか泣いちゃういい読みたいってね、10冊買いますでも本当にかな、嬉しいな最高、よかった、皆さんの反応が良くて嬉しいです。学校の図書室にあってほしいって、それすごい私としては嬉しくて、中学校高校に置いてあるような本に本当はってか、そういうのっていいなって思っていて、学生の皆さんにもぜひ読んでもらいたいんですけど、まああとこうまあどうなんだろう、生徒の気持ちが分かんない先生とか、なんかこの思春期の気持ちはすごくこう思い出せるような作品、本になってるので、まあ親お母さんお父さんとかね、あとそういう方にも読んでもらいたいなと思ってるんですけど、お値段はいくらですかって来たんですが、こちら710円にプラス税です。なんか手頃な価格になっています。結構ほんと中身はびっちりずっしりと内容はいっぱいです。では明日司書の先生に頼んでみます、お願いします。2月の4日に発売です。今は予約ができるんですけど、まあ、本屋さんでも買えます、本屋さんでも買えますよ。ではじゃあ質問に答えていきたいと思います。イエーイでは最初、じゃん、皆さんから多かった質問をちょっと選んでお答えしていきたいと思うんですが、これ逆さになっちゃうんですね。ノノペディアの書籍化が決まった時どんな気持ちだったって言っていただいたこの質問に答えていきたいと思います。そうですね、逆さなんだけどこのままやろうかな。まあとにかくノノペディアを始めさせてもらった時に、まあ本にしたいなって思っていたのですごく嬉しかったですし、やっぱりこう形にできるってすごく、なんだろう、自分のもっとこうリアルな思い出というか、ちゃんとこう例えば子供ができてとかね何かこう未来の誰かにも手渡せるっていうのはすごくいいなと思って、ずっと残していけるし、なんかすごく嬉しかったです逆さですね、ごめんなさい、私が
内側のカメラでねインスタライブしています。はい、では次、じゃん、これも逆さです。ノノペディアの中でどこが一番お気に入りということですが、お気に入りか、私がお気に入りの50音はですね、結構木も好きなんです。季節の木、季節って書いたのも好きだったし、これは裏話では本当に何を書こうって迷った時に、あの愛子さんのカブトムシを聞いてて、で 2A の歌詞で春は夏は秋は冬はって言っていくんですよ。それで、あ、季節について私の思い出も書こうと思って書きました。皆さんはどこが好きですかね。あとね、軽結婚後恋はなんかちょっと書くのドキドキしましたね。あとはそうだな、青春、あ、私ね夕立が好きなんです。やゆ、やゆの夕立も好きだし、夕立ね結構これ最近なんですけど、これ超コロナ禍のお話ですけど好きなんですよね。あとはまあ E-Girls の E もすごく思いをいっぱい込めたので読んでもらいたいし、でも好きなのいっぱいあるな。なんかで少しずつあのちょっとこうなんていうの、書き加えたりとかいろいろと、ネットのまんまではないので、あのその辺の違いも楽しみにしてもらえたらなと思います。皆さんはどこが好きかな。ラも好きです。絵が好き、え、笑顔か、ラ、ライトは私なんで半袖なんです。ホッチキス、ホッチキスね、あれは結構心が重たくなりながら書いたの覚えてるな。じゃあ次、あ、なのでノノピーテの中ではお気に入りがいっぱいありますが、パッと思い浮かんだのは季節の木が好きです。じゃん、次、ノノペディアはどうやって書いていたのということなんですが、ノノペディアはだいたいベッドに寝っ転がって夏はもう半袖短パンで書いていましたし、リラックスしながら書いていたかな。でもこうだいたいこうメモ欄になんとなく最近思って考えていることだったりとか、なんか悩んだことだったりとかをよくメモに書き溜めていて、そこを読み返して書いていくんですけど、あまりにも集中できないとあのカフェに行ってガッと集中して 2,3 時間書いていたりとか、まあ、あとはお風呂に入ってる時に急にスラスラ進んだりとか、なんか不思議なんですけど、もうその自分のリラックスのタイミングを見計らって結構まあダラッとしながら書いていました。そっちの方が多分ね、いろんなことに気が散っちゃうとどうしても進まなくて、なのでこんな感じでカフェとかで、あとはベッドで書いてました。そして次、じゃん、ノノペディアで伝えたいことは、なんかすごくいい質問がいっぱいで、ノノペディアで伝えたいことはですね、まあ、さっきもちょこっとお話ししたんですけど、心がこうなんだろう、ワクワクしたりとかときめいたりとかしてるとやっぱり元気になるしさ、いろんなことをこう頑張れる力が湧いてきたりするじゃないですか。なんかそういう気持ちに読んでいてなってもらえたら嬉しいなとも思っているし、
まあ、あと私の悩みを書いてることも多いので、こう読んでる人が私もそういうふうに悩んでたんだよねって思って共感してもらえたら、それでこう一緒にポジティブに向かって解決できたら嬉しいなと思っているので、まあちょっとこう前向きになってもらえる力だったりとか、あとはこうちょっとこう日々がグッとワントーンもツートーンも明るくなるような気持ちにこの本でなってもらえたら嬉しいですし、まあ、あと裏テーマが心の辞典っていうことなので、こうまあなんか こういうふうに悩んでるなって、なんかこの農家もそういうことで悩んでたなって思い出して読み返してもらえたりしたらすごく嬉しいなと思ってます。感想は短めと長めどっちがいいんだろうって、どっちでも嬉しいですよ。なんでぜひ皆さんいっぱいこう本を読んで感想も伝えてもらったらなと思います。じゃあ次、じゃーん、ノノペディアを書いている書いている時に心がけていたことはということなんですが、心がけていたことは、なんだろう、読んでいる人がなんかこうハテナでいはは？って思うのがあんまり嫌だなと思って、まあ、すんなりこう理解してもらえるというか、なんかこう心にスッて入れたらいいなとは思ってて、だからなんだろう、こうあんまり否定的な言葉を使わないとか、ネガティブになりすぎないとか、そういうことは心がけていて、私自身が結構ネガティブになったらどんどんネガティブになっていって、やっと這い上がってポジティブになっていくみたいな、とことんネガティブを一回やらないとなかなかポジティブに持っていけない性格なんですけど、でもそこのネガティブをねいっぱいこう皆さんに伝えちゃうと皆さんが読んでて疲れちゃうから、こううまくこう本音も言いつつポジティブにこう前向きに読んでる皆さんも心がちょっとこうポカポカってするようなあの気持ちになってもらえたらなと思って、あのノノペディア作っていました。心がけていたかな、そういうあんまり暗くなりすぎないとかね、でも心のこと書くって本当に難しいなって思って、やっぱりいいもあるし悪いもあるし、なんか中途半端もあるし、なあ難しいなと思ったんですけど、本当にこう編集の近藤さんと平山さんに助けてもらって、なんとか50音順に終わり、こうしてじゃあ本にすることができました。じゃあ次、じゃあ次はもっとライトな質問に行きたいと思います。じゃん、好きな食べ物は、私の好きな食べ物はカニクリームコロッケです。カニクリームコロッケがね大好き。まああとは好きな好きな素材というんですか、何も料理がされてないものだったら安定に枝豆が大好きです。好きな食べ物は皆さん何でしょう。カニクリームコロッケって本当に美味しいところの食べに行きたいな、最近は行けていないので、発売日にトレンド入りできるように頑張りましょう、お願いします。なんか予約してくれた皆さんで予約ランキングが一瞬1位になって、あと2位とか、なんかすごいいい感じに盛り上がってます、皆さんのおかげで嬉しいな、早く届いてほしいな。でもあと少しですね、2月4日まで楽しみ、私もみんなに届くのが楽しみです。タルトケーキ、お寿司、ドーナツ、みんなもカニクリームコロッケ好き、唐揚げ好き、みんないいですね。なんか好きな食べ物の話してるとさ幸せな気持ちになりますよね。じゃあ次、じゃん、最近ハマっていることは、最近はですね、この間ハマちゃんがっていうテレビに出演させていただいて、そこでねお取り寄せグランプリっていうのを、お取り寄せグランプリっていうタイトルというか
それが項目それが番組の趣旨だったんだけど、お取り寄せって私あんまり何個も何個もしたことはなくて、だけどさ、芸能人の方がこう美味しいものをたくさんこう紹介してくださるんですよ。プレゼンするんですね。それ聞いてたらすごい食べたくなっちゃって、でそこからお取り寄せをいろいろこう調べるようになって、そしたらヘアメイク のインスタグラムでも書いたんですけど、ヘアメイク の福田みどりさんがお取り寄せに詳しくて、それで今親子丼食べたりとかカレー食べたりとか、あとなんかラーメン食べたりとか、今鶏パ鍋を頼んでいて届いたんですけど、それはのぞみとやろうって話してます。バンドのぞみと鍋しようって話してます。だから今はお取り寄せにハマってます。もう冷凍庫がね、お取り寄せ商品でパンパンに幸せな状態になってます。じゃあ次、じゃーん、おすすめのコスメを教えてください。コスメ系の話は私ほとんどしたことがないですよ。ないんだけど、例えばこう、なんだろう、スキンケア、お肌はとっても私は弱いので、すぐこう何乾燥とか、あと体が疲れてると免疫力が低下してすぐにこうボツボツって出てきちゃうんで、だからスキンケアには結構気を使っています。でね、私が今使ってるのはメグベイビーさんの化粧品ブランドのメグッドっていうところ、すごく人気なんですよね。でお見かけして、私もその情報を見かけて気になると思って買ったんですけど、めちゃくちゃ良かったです。すごいね、化粧水もいっぱい使ってるし、パックも使ってるし、あとはヘアメイクさんが使ってたオルビスとかいろいろ、あとこう私の鍼灸の先生のプロデュースしてる化粧水とか乳液クリームなどなど、結構しっかり保湿しています。はい、マスクで肌荒れますよね、わかる、保湿ですね。じゃん、これから女優としてやってみたいこと、挑戦していきたいことはという質問を結構たくさんいただきました。ですね、これからはよくなんだろう、こういう取材とかインタビューで話させてもらってきたんですけど、ミュージカルの世界に挑戦してみたいなって思っていて、皆さんに、ミュージカル以外でもちょっとこうお知らせできることがあるのでお楽しみにしていてほしいんですが、昨日ちょうどとある次のものの次のビジュアル撮影があったんですけど、なんかすごいじっくり撮影していただいて、楽しみな、完成が楽しみな撮影をしてきたので、ぜひぜひ発表を楽しみにしていてください。じゃあ次、じゃーん、最近 E ガールズの誰かと連絡取った？ですね、結構取ってます。ゆずなとアンナとはグループ LINE があるから、そこでたまになんかそんなにこう世間話みたいなこととか、あとは坂東のぞみ、のぞみとは結構連絡取ってて、なんかのぞみはこれどうなのか分かんないけど、もう教習所にね、本当はね私とのぞみ一緒に入会したんですよ。なんだけど去年のそれが3月で、のぞみはすぐオリエンテーションちゃんと受けに行って、でもう免許取れるんだって。でも私はずっと行ってなくて、でコロナを言い訳にしてるんですけど、だから来年、いや違う、今年中には免許取れたらいいなと思って、それでよくそのやり取りをします。ののかいつ行くのって、まだ行ってない、早く行ってきなよっていう
連絡の取り合いを。そう、運転免許、私はあのバイクの400持ってるんですよ。あのハイアンドローに出演させてもらった時に必要で、だからあれだけでいいんだよね、実技なんですけど、なかなかこうちょっと腰が重くていけてないんですが、そろそろ行きたいなと思ってます。はい、ということで質問は以上ですが、皆さんどうですか、楽しいですか？こう一人で喋ってると無音だから、こう楽しいのかどうかがちょっと、事故ね、私は事故しそうだから。そう、バイクもほとんど乗ってないんですよ。新車買ったよ、免許取ったよ。そうですよね、みんなちゃんと大人になるときに免許取ってるんですよ。私も頑張ろう。というわけで皆様、そろそろ終わりにしようかなと思っているんですが、最後にもう一度本をお見せしていきたいなと思います。じゃーん、ノノペディア心の記憶ということですが、ですね、もうさっきもちょこっと話したんですけど、 Amazon や楽天にて予約ができます。私のインスタグラムのプロフィールからも予約ができます。なのでぜひ先に予約して楽しみに待っていてもらえたらなと思っていますが、あと LDH のオンラインショップでも予約が始まっているみたいです。ぜひ予約してください。発売日は2月4日で、もちろん本屋さんにも並びます。本屋さんに並ぶの楽しみだな。そしてですね、お手元にぜひ届いたら、あの写真を撮って、あとこう読んだ感想とかをまた連載していた時みたいに投稿してくれたらすごく嬉しいなと思ってます。皆さんとのそこでやっと交流ができるしね、気になるし、皆さんがどう思ったか。なのでぜひ投稿してください。そしてそろそろ終わりにしていきたいと思いますが、じゃあスクショタイム最後に、はい咳が出そう、すごい乾燥がすごいんです、最近。はいね、はい、じゃあそろそろちょっとお水飲んでもいいですか？ごめんなさい。はい、いやもうそろそろ終わりにしなさいって喉が言ってるんだと思います。じゃあ皆様、2月4日に発売、しつこく言いますけど2月4日に発売になります。ノノペディア予約開始してます。中身は私の思いがたっぷりです。よろしくお願いします。それではまたねー、バイバーイ。